こんにちは、中までたっぷりチェーンです。ライトニングリターンズ続きやっていきたいと思います。ライトニング様、モグリ、お前、モグは最後までおそばにいるクポ。解放者を迎える試練の道が開いたクポ。聖なる像は神のもとにつながってるクポ。ブーニベルゼはあの向こうか。クポ、神様が新しい宇宙を作ってるクポ。人知を超えた神の領域か。踏み込んでしまったらもう帰っては来れないな。これが最後の戦いか。しっかり準備するクポ。悪いなモーグリ、最後の最後まで付き合ってくれて。お役に立てて感激クポ。ブーニベルゼが目覚め、大聖堂、生命の内陣に最終決戦に向かう創生の扉、4つの試練の扉の封印が解かれた。神が与えたであろう試練を突破せずにブーニベルゼに挑むこともできるが、試練の道を踏破することでライトニングが人を超えた存在に近づくでしょう。試練を超えた方がライトニングさんが強くなって、ブーニベルゼをより倒しやすくなるということですね。これが創生の扉。しっかり準備するクポ。ライトニング様には分かってたクポ。ノエルもファングもスノーもみんな来るって。未来を知っていたわけじゃないさ。あいつらを信じてた、それだけだ。思いは受け取った。神が作る新たな世界を人の手に奪い取る。万能の神だろうが必ず倒す。じゃあ試練の扉とやらにちょっと審判の振動、扉を開いた振動を踏破しなければ他の試練には挑戦できない。踏破するのか。敵が最後に待ち構えてるんだろうな、きっとな。ここら辺の敵は多分倒さなくて大丈夫でしょう。え、なんか球体が壊れてるように見えたけど、これは絶対にってわけじゃなさそう。あ、いや絶対いいだなこれ。多分ダメだね、これは倒さなきゃいけないっぽいね。こいつら超強かったけど本当に勝てねえ。こいつらマジ強え。無駄にしない。デプロテ打って、とりあえず戦うでえぐって、霊力解放とかされてもうどうしようもないんで、もうオーバークロックで強引に潰しに行きます。一体潰せばなんとかなるんじゃねえかな。倒しきれるか。もうちょい。よし、オッケー。これでどうだ。でプロテイン、1対1になればだいぶ楽できるんじゃないかな。どうだろう。これがさ、たまにガードできないんだけど、なんでなんだろう。 OK できた。さっきまでこれがガードできなくてずっと負け続けてたんだよね。やべえ、デプロテが消えてる。もう一回つくか。これベール状態だからやっぱつかないよな。どうしよう。あ、ベール切れた。ここでいけるか。オッケー、入った。これはオッケー。やっと勝てるかも。もうウィークとか関係ねえわ。フェイス大丈夫。ベールだけどまだデプロテ状態続いてるんで勝てそう。やっと勝てた。めっちゃ強えじゃんこいつ。マジ勘弁してくんねえかな。ひえー、これが試練だったのかな。もう終わりであってほしいんだけど、なんか続きそうですね。マジか。
これはする。瀬戸さんはする。やめてくれよ。こっちは何もねえか。この部屋何もねえの？なんかありそうなのに何もねえ。第二の試練。あれ？同じとこ俺ぐるぐるしてません？気のせい？こいつほんと嫌い。おー、でかっ。でかいね。いきなり、いや、いいダメージ。はい。強えな。ガードしてもダメか。オッケー、バイオ入りましたね。あとはデプロペ。お、綺麗にガードするとできるっぽいな。一応エアロラは入るね。まあダメージはちっちゃいけど。あ、こいつあれなんだな、ヘイスト状態なんですね。あ、でも結構ダメージは大きく入る。あ、なんだっけこれ、めっちゃ強いやつ。あ、でも耐えたね。 OK、 ここで攻撃セーフ。デプロテ切れちゃったかな。ゾモクエアロが撃たれ、あ、魔法攻撃、頭部。弱点は雷だったか。ガード。あぶねえ。戦う。そうか、頭部に攻撃が入ってるから。近距離でガード。2、3、4回目。5回目なし。いけ。ガード。間に合わなかったかも。あとちょい。ファイオ、ファイオ。勝てそうで。ガード。いけるか？さっきのやつよりだいぶ楽だな。オッケー。助かったぜ。ステージ試練2はこれで終了かな。まだ続くの？やめてよ、もういいよ。お、オッケーっぽいです。フリーズレベル1？え、別に強くないんじゃないの。なんでフリーズレベル1？これは強いのか。どっちかっていうとそれよりあれかな、神を弱める方が大事なのかな。これが試練1ですね。じゃあ1行きましょうか。お、なんか知らない敵が。結構サイドクエストとかやってきたんだけどな。こんなに強いのかよ。あ、なんかサンダーっぽいな、こいつらは。ここで攻める。乾いた風に散れる。運命を悟るんだ。避ける。さすらう魂のままに。よし、つえ。これで第一だろう。やべえ、オーバークロックあと1回しか使えねえのか。
おお、でかい。キマイラだ。さっきのやつだ。まず情報をしっかり見て。なんもわからないか。エアロラ吸収だね。ちょっと待って。そしたら、やり直そうぜ。強そう。バイオ。あ、とりあえずバイオは入ってくれますよね。オッケーオッケー。ついてきてみろ。お、どれが攻撃耐性かわかんねえか、ちょっとビビる。よし、耐えた。高き一撃を見せよう。うう、バイオバイオ。お、止めれたね。これは大きいぞ。チャージして。よし、体勢は整った。ブリザラで離れよう。お、マジか。ブリザラでできましたね。攻撃耐性中だと効果が高いのか。じゃあ戦っとく。あ、結構ダメージ入ってんじゃん、よく見たら。バイオがいい仕事してくれてんじゃん。おお、ガードしてんのに。マジか。おお、ここはハイポーション使っとこうか。ちょっと離れて、やっぱブリザードの方がいいのかな。ガード、ここでブリザード発動。バイオ、残されし時よ。ブリザード、あ、なんかよく見たら片方減ってんじゃん。頭がなくなってる。レトロテ、あ、入ってきた。また果てろ。流れを変える。ブリザラヘビーガード、いいよ。キマイラは勝てそう。大型モンスターの方がなんか戦えてるよ。やっぱ1体っていうのは大きいんだろうな。レトロテ、バイオ。オッケー。影の動き一旦止めて、体勢整えて。よし、オッケー。ブリザラ発動。攻めろー。攻めきれい。ガード。さあ、にじりザード。やばい、食らった。いけるいけるいける。押し切れ押し切れ。オーバークロックなしでいけそう。ブリザード勝った。っしゃあ。第一の試練終了。多分あとは3と4か。2がエグかったからな。ちょっと不安だけど、もう相手の情報を見てエスケープして最適のあれで戦おっていくしかないよね。フリーズと同じような感じかな。全体に炎って感じでしょうね、きっとね。